This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok, and we laid over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は PM2.5 への警戒レベルを引き上げました。政府は電動バスプロジェクトで民間の参加を承認しました。政府はムエタイの日を祝福しました。内閣は余った予算で追加の医薬品とワクチンの購入を承認しました。それではまず初めのニュースです。政府は PM2.5 への警戒レベルを引き上げました。プラユット首相は最近大気汚染が悪化し健康に影響のある赤いレベルを示しているとして、国民の健康を守るため微小粒子状物質 PM2.5 を減らすよう呼びかけています。特に中部、東北部、北部は衛星画像でも大気汚染の悪化しているホットスポットが多く存在していることが確認できます。 PM2.5 の数値が基準を超えているホットスポットが多い県はカンチャナブリー県、チャイヤプーム県、ターク県、ペチャブーン県、ロブリー県、ランパン県、チェンライ県、パヤオ県、ラチャブリー県、プレー県、チェンマイ県、カラシン県、ウッタラディット県、ナコンラチャシマー県となっています。悪化の主な原因はカンボジア、ミャンマー、ラオスなどの近隣諸国からの大気汚染だと指摘されています。またバンコク都は特に大気汚染が悪化し、バンコク都知事が警告しています。チャッチャーとバンコク都知事はバンコクは涼しい気候となっていて大気の動きが少ないため今後さらに大気汚染が悪化する恐れがあると都民に警告しています。バンコクでは各所で PM2.5 の濃度の測定が行われていますが、1月31日以降濃度が上昇しています。チャッチャート都知事によりますと、バンコク首都圏の大気汚染悪化は整備不良のトラックなどが撒き散らしている汚れた排ガス、違法なゴミ焼却の煙、工事現場から出る粉塵などが原因ですが、とりわけ高齢者や気管支疾患などの持病のある人は外出時にマスクを着用してほしいと呼びかけています。天然資源環境省では通勤ではできる限り公共交通を使い自家用車での通勤を避けてほしいとしています。 PM2.5 は微小な粒子状物質で、吸い込むと肺から血管を通り体内へ入り炎症やアレルギー反応を引き起こします。呼吸器系疾患以外にも長期にわたり健康に影響を及ぼすとされています。血管の詰まりや破裂のリスク、心臓病、腎機能低下、糖尿病、肺がんなどのリスクが高まるとされ、この時期は屋外での活動は避け、マスクを着用し健康に留意するよう呼びかけています。次のニュースです。政府は電動バスプロジェクトで民間の参加を承認しました。国際社会で炭素クレジットが呼ばれており、そのパイロットプロジェクトとしてバンコク首都圏エリアで電動バスの導入が進められています。これは PM2.5 の大気汚染問題を軽減するものです。アルチャ政府報道官によりますと、民間の公共バスを電動バスに変更するプロジェクトの実施が閣議決定されたことを発表しました。2021年から2030年に蓄えられたタイの炭素クレジットは、
気候保護カーボンオフセット財団へ譲渡する方針で、そのための承認の署名を天然資源環境省の政策企画室が割り当てられたことを明らかにしました。電動バスプロジェクトでは、バスの燃料をガソリンから電気に転換を図る取り組みを進めるもので、電動の公共バスを増やしていく計画です。これにより温室効果ガスが年間50万トンから100万トンの削減効果が期待されています。排出するガスや公害の少ない近代的な公共バスで移動することは奨励されています。化石エネルギーからクリーンエネルギーへの転換の時期にあり、アヌチャ政府報道官は、人々の移動パターンは変化し、環境保護し、人々の生活と健康を改善していかなければならないと述べています。次のニュースです。政府はムエタイの日を祝福しました。2月6日はムエタイの日で、世界的にも有名な格闘技であるムエタイを祝う日です。今年のムエタイの日は、経済を前進させるソフトパワーを促進するために開催されました。毎年2月6日はムエタイの日としてお祝いのイベントが開催されますが、今年は文化省が主催し、政府庁舎で行われました。ムエタイの日は、国の伝統的な武術の父とされているアユタイ時代の第8代目の王様、サンペット王を称える日ともなっています。イティポン文化大臣はこの日、ムエタイの選手や見習い選手を連れ、政府庁舎でプラユット首相を表敬訪問しました。プラユット首相は、コンケン県のバン農品学校の生徒たちによるムエタイのパフォーマンスや、タイファイトに所属するプロのムエタイ選手による伝統的なムエタイのデモンストレーションなどを鑑賞しました。首相は、タイの伝統的な武術の保存に携わる全ての人に感謝するとともに、タイの経済発展に大きな役割を果たすこのソフトパワーの資産をさらに継承していくよう各方面に呼びかけました。政府機関では、2月2日から6日までバンコクのバンナー地区にあるバイテック展示場で発明家の日のイベントも開催しました。これはタイの発明の父と呼ばれるプミポン前国王陛下が開発したチャイパタナ低速表面エアレーターが特許を取得したことを記念して、タイ国立研究評議会が開催したものです。次のニュースです。内閣は余った予算で追加の医薬品とワクチンの購入を承認しました。政府は以下の4つのプロジェクトの継続と余った予算の投入を承認しました。新型コロナ患者用の薬剤調達と保健サービスユニットの医療機器の購入のプロジェクトは、2022年12月に終了しましたが、約7億6679万バーツの予算が残っているため、この予算をさらにコロナ治療薬を購入する方向で調整しています。プロジェクト終了は3月23日までとなっています。次に、保健省疾病管理局は、タイ国民向け新型コロナワクチンアストラゼネカ6000万本調達プロジェクトの予算186億3911万バーツの期限2022年12月を2023年9月まで延長し、残りのワクチンを提供します。3つ目は、コロナの重症患者に対するケアを拡大するため、保健省傘下のサービスユニットを開発するプロジェクトで、2022年12月を2023年6月まで延長しました。4つ目は、タイで研究が続けられているメッセンジャー RNA コロナワクチンシュラ COV-19 ワクチンの研究開発プロジェクトで、第1から第3段階の臨床試験の実施と緊急用ワクチンの製造を継続させます。それでは、本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は PM2.5 への警戒レベルを引き上げました。政府は電動バスプロジェクトで民間の参加を承認しました。政府はムエタイの日を祝福しました。政府は余った予算で追加の医薬品とワクチンの購入を承認しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。
8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.